ったら変身前のエレンでもある程度は肉体を再生できるかも。よし、彼の指を落としてみよう。分隊長、残酷すぎです。新兵でもさすがに怒ります。おいクソメガネ、下手に奴の体をいじくり回して死なせんじゃねえぞ。やっぱり巨人化してからの実験じゃなきゃダメか。そういえば巨人化する時の蒸気が気になるな。できるだけ近くであれを観察したい。よし、私が彼に密着した状態で巨人化してもらおう。分隊長、危なすぎです。大怪我しますよ。そういえばあの時熱くなっている皮膚はどれぐらいの温度なんだろう。試しに変身後の彼の皮膚に生卵を乗せてみよう。美味しいオムレツができるんじゃないか。分隊長、家庭的すぎます。まあでも今出た中では一番いいですかね。おいモブリット、頭にハンジのクソでも詰め込まれちまったのか。